僕たち本当にエネルギーに関して素人で、まあ、その再生可能エネルギーの販売っていうのをやってたんですけど、まあ、でもこれ別に僕たちに関わらず、ほとんどの方がそうだと思うんですよね。まあ、もともといわゆる、まあ、自由化してなかったわけですから、僕たちは結構ここにすごい可能性をまず感じてて、まあ、インフラが自由化するって、まあ、そうそう起きることでもないですし、まあ、言ってみたらほぼほぼ国営みたいなもんだったわけじゃないですか。いろんな、まあ、国営であったりとか、そういう大きなものの自由化の歴史を見たときに、例えば大昔で言うと、航空事業ってもともとは日本航空っていう会社が国営で、いわゆる JAL さんですよね。しかやってなかったのが自由化して、まあ、ANA さんができたりとか、当時 JAS さんができたりとか、で今だとまあ LCC ができたりとかって言っても、めちゃくちゃ大きな資本が必要だし、そう簡単に、まあ、いわゆるスモールカンパニーとかベンチャー企業はなかなかそこに参入するって難しいと思うね。で、最近の例で言うと、例えば通信も自由化をして、それまでは NTT さん、ドコモさんしか携帯電話ってやってなかったのが、京セラさん、稲盛さんが、第二電電というのを立ち上げて、 DDIAU という形になっていくと、それとソフトバンクの孫さんがいわゆるボーダフォンというのを買収をして、ソフトバンクに変えてやっていく。でも、まあ、今回やっとですね、十何年経って第4で楽天さんが参入するんですけど、でも十何年もかかって4社なんですよね。で、かつかなりの資本がいって、そんなに誰でもできる事業じゃないと。でも電力事業の自由化を見た時に、例えばその発電所を持ってないといけないとか、そういった制約もないですし、まあ、過去のこういった実績が必要とか、会社の例えば資本であったりとか、そういったのも全然制約なくて、まあ、ちっちゃいところは2人でやってる電力会社があったような形で、これってめちゃくちゃなんかすごい大きなビッグビジネスなのにもかかわらず、僕らのような小資本でベンチャーでも参入できるってこと自体がまず結構奇跡だなと思って。で、そこでまあ僕たちは参入をしていくわけなんですけど、まあ、当然思ってたことと違うことの方が多くてですね、本当に苦労をして、まあ、トライアンドエラーをかなり繰り返していくっていうことをやっていくんですけど まあ、ただ、実際やってきてすごい良かったのは、意外とこう業界のスピードがあんま速くないと言いますか、自分たちがダッシュしたら十分先取りできるまではいかないんですよ。結構なんか早くチャレンジできるなっていうのもありますし、皆さんがそんなにめちゃくちゃ経験ある、まあ、大手電力以外は皆さんが手探りの状態でやってるので、意外とこう小さいところは小さいところなりにオリジナリティ出して、アイデアで勝負したりとか、まあ、またランチェスター戦略っていうので、その地域に特化してやることで、地域内ではきちっとシェアを広げていったりとか、そういったことも結構できるビジネスだなと思ってやってます。みんなが一斉に用意どんでスタート切ってて、まだ全然2周遅れ、3周遅れという人はいないですから、まだ1周目みんなが走ってる状態なんで、まあ、逆に言うと今から参入してもまだまだアイデア次第でやれると思いますし、ただ、僕たちがやっぱり危惧してるというか、単純に価格競争だけになっていくっていうのはもう全然つまんないですし、面白くないじゃないですか。で、これはうちでもお世話になってる先生からセミナーとか聞いて僕感銘受けたんですけど、やっぱりこう電力自由化して新電力っていう名前はついてると。でも実際にやってることは、いわゆる今までの既存の電力会社がちっちゃくなっただけで、それは新じゃなくてミニ電力なだけで、新電力と呼ばれるんであれば、やっぱり新しいことを始めないといけない、それが本当の新電力だっていうのを聞いて、めちゃくちゃその通りだなと思って、だから足元のことはきちっとはやっていってるんですけど、それとやっぱり同軸で常に新しい目線持って何かイノベーションを起こしていかないといけないんじゃないかなっていうのが、やっぱり規模が大きくなるにつれて、やっぱりやれることの規模も少しずつ大きくなっていくので、まあ、だからこそ成長とともにチャレンジってたくさんしていかないといけないんじゃないかなっていうのは思ってます。チャレンジができる、僕は業界なんじゃないかな。若い人なんかがこれからどんどん入ってきて活躍したりとか、新しい価値観を作っていくことが十分できる業界じゃないかなと思ってます。営業の部分で言うと、僕らに関係なくですね、営業っていう概念が今までなかったのがこの業界です。僕が、仮にじゃあ岡山から、もし大阪に引っ越ししたら、営業なんかせずに関西電力さんに切り替わるわけですね。
はい、そういう意味で言うと、もともと営業っていうのがないんですよ、この業界って、はいはい、うん、自由化前までは、まあ、僕ら結構営業は長けてたんで、はいはいはい、普通に他の業界でやってたりとかすることをそのまま持ち込んでも、うん、意外とこの業界だったら、うん、そんなことやってるんだっていうことになったりとか、うん、あと僕らとしてはですね、結構電力って契約したら終わりじゃないですか、なんかゴール、はいはい、例えば契約した後にアフターフォローがめちゃくちゃあったりとか、うん、その電力会社の人とコミュニケーションを取って何かするってことは、うん、なんかトラブルがない限りは基本ないじゃないですか。そうですね、なんかそれっていう概念もなんか電力では当たり前ですけど、はいはい、他のビジネスモデルで考えたら全然それは当たり前じゃないよねっていう、うん、はい、まあ、いわゆるカスタマーリレーションっていうのが電力の場合ないので、はい、だからこそ僕たちって例えばこの業界でいうと代理店さんを使って販売するっていうのが結構スタンダードなんですけど、うん、結構僕たちは最初から自分たちの手で販売していくってことに結構こだわってたので、大学生新卒の子たちがうちの営業の一番先頭にいましたし、うんうんうん、でなんかそこで本当にハートフルなサービス、当たり前に顔を出して当たり前に一つ一つ説明をして、うん、ご納得いただいて契約する、こういうことが今までってなかったんですね、はいはいはい、家に申し込み書と口座振替の用紙が勝手に置いてあって、はい、それを書いてポストに入れるっていう、だから営業も何もないわけですよこれって、はいはいはい、説明もだから電力会社から電気の説明を受けた人の方が少ないと思うんですよね、うん、確かに確かに、だからその 逆張っていったっていうのは、ね、顔の見える営業ということで、うんうん、一軒一軒お客さんのところにあの訪問してっていうのは、それもなんか売るための訪問じゃなくて、やっぱりその本当電気のことを知ってもらうとか、これからの電力会社はこうしていきたいんだってことを知ってもらうとか、うんうん、コンセプトとか、なんで僕たちがその岡山で岡山電力という会社を作ったのかとか、うんうん、そういうことは結構こだわって、うんうん、あの丁寧に説明してましたね。意外とそういうのが少ないんじゃないかなっていうの、安くなるから買いましょうっていう営業がほとんどなんじゃないかなっていう、うんうん、確かにそうですね、うん、あんまりねちゃんと来てくれて説明してくれてっていうのは少ない気がしますよね。ないですよね、うん、はい、採用は結構まあ力入れて、新卒採用っていうのは毎年力入れてやってるんですけど、うん、まあ、本当にこのエネルギーの業界に対して興味持ってくれて、うん、まあ、やっぱりそこで、まあ、僕たちはベンチャーですから、あのイノベーションを起こしていくってことが大事なので、うん、そういうチャレンジしたい人とか、まあ、早く成長したい人とか、うん、チャレンジするんだったら大きい土俵でチャレンジした方が面白いよねっていうことに対して共感してもらえたりとか、うん、なんかその営業のテクニックじゃなくて、本当にさっき言ったお客さんのこと考えて、なんか真面目にっていうのじゃないんですけど、まあ、ハートフルにやっていくことが、まあ、少ない業界だからこそそれをやることで価値って生まれる、まあ、そういう考え方に共感してもらえることを、まあ、だからコンセプトにやっぱり共感してもらえるっていうのは結構大事にしてますね。はい、年齢層とかは男女比とか、年齢層は平均でいうと20代後半になるんじゃないでしょうかね。毎年新卒がどんどん入ってきますから、どんどん若くなっていきますし、はいはい、男女比率は今で 6-4 ぐらいで女性じゃないですかね。あ、そうなんですね。はい、はい、すごい、女性の方がね、うん、割ときめ細かいサービスとかもね、気が届いたりしますからね、まあ、女性の方が強いですよね、まだね。なんでなんですかね、なんで女性の方が強いんですかね。それが21世紀なんじゃないですかね。ちなみにあれですか、今いらっしゃるのって、ね、オフィスですか。あ、そうですそうです、これはですね、あ、いいですか、見せていただくの。なんかじゃあこんな感じなんですかね。あ、なんか色も、あ、なんかちょっとおしゃれなおしゃれオフィスですね。なんかおしゃれな、あ、おしゃれなこういう感じで、へおしゃれな、はい、こういう感じで、あ、すごいなんかリビングみたいになってますね。そうですね、ですね、今時のあれなんですね、はい、あの落ち着けるとかくつろげるというか、あの、あ、そうですね、なんかちょっとこうなんかアイデア浮かばしたいときは、そのなんかいわゆる普通のオフィスのテーブルじゃなくて、こういうカウンターのとこで、はいはい、まあ、僕がなんか結構このスタバとかで仕事してはかどったりするときあるじゃないですか、なんか、はいはい、そういうなんかのが結構あったんで、そういうの作りたかったですし、うーん、で、まあ、さっき言ったその若い新卒の子が多いですから、はいはい、まあ、単純にあ、こんなオフィスで働きたいなとかっていうことが少しでも叶えてあげるんであれば、叶えてあげたいなっていうのもありますし、うーん、概ね好評ですね。
おおむね。ね、いいですね。そんなとこで働きたいです。あとあれですよね。最近そのホームページ見させてもらったときに、まあ、地域で今、はい、あの売りにされてるとこもあったんですけど、はい、女子サッカーチームとか応援されてるのもあったので、はい、その経緯とか背景とかって何かあれば教えていただけますか。はい、そうですね。